そろそろ起きろよ。わかってるって。休憩は終わりだ。さあ行くぞ。扉も開けられないくせによく言うよ。お前がいるから必要ないだろ。消耗品か。一度に使いすぎないようにしなきゃね。アーシアンたちは高い建物が好きなの？そびえ立つ塔の数が多い国ほど豊かだというぞ。高いほどいい。そういうとこは私がいた場所と同じね。アーシアの場合、かつては豊かだったということなんだろうが、タンタがおかしくなるまで。これじゃ敵と近すぎる。あっちからすり寄ってくんだってば。うわ、ほらほら、うん、終わったみたいだね。ああ、そのようだな。やった、安全そうじゃん。中に入るまでは気を抜くなよ。よっしゃ！こっちに来る。バッチリヒットだね。ここが目的地みたいね。ずいぶん荒れ果ててる。ここじゃ目当てのものは見つからないぞ。そうね、分かってる。いい出だし。よし、最高。ここから見つけるってわけね。どうやってここから本を探すの？亡くなる直前の研究なら安全な場所に保管していたんじゃないか。さらに上に行ってみるか。一体何階まであるんだろう。ここはブレイクに侵されてないみたい。ここなら本があるんじゃない？なら探してみるとするか。ねえカフ、ここに書いてあることわかる？なんで話し言葉はわかるのに文字は読めないんだ？知らないよ。同じ言葉を喋れるのはよくあることって言ったのはそっちでしょ。読み方を教えろっていうのか？まったく。この本にはブレイクが起きた後に発見された不思議な結晶について書いてある。つまりブレイク結晶。そう呼びたいな。
曲がると本を探すんじゃないのか。おお、これは興味深いな。何が？タンタたちは爪に血で模様を描くことで何かしらの特殊な力を高めていたと書かれてる。そして爪に描く模様によって高められる力も変わったそうだ。へえ、あ、そう。それは役に立ちそうな情報。これは驚いたな。この2冊には興味深いつながりがあるぞ。え、つながりって？その結晶はタンタたちの血と似た性質があるようだ。それを使って似た力を得られるかもな。マジで？正直ネイルは興味ないけど、魔法のネイルならそう悪くはないかもね。お前のお目当ての本はここにはないようだね。あるはずだけど、上も探してみよう。あともうちょい？ああ、もうすぐだ。ここはアーシアの中心地だった。なんでわざわざ町なんか作ったの？タンタたちが会合を開くためと聞いたことがある。少し明るくなってきた。あれが探してる本かな。これも違うみたいだね。仮面をかぶった人間みたいだ。分かってる、ホームズ。何者なのか確かめないとな。なら方法は一つだね。聞こえる？殺人鬼さん、そっちに行って仮面を外すよ。もし嫌ならそう言って。オッケー、嫌なのね。分かった。ああ、じゃあその草の檻の中にいてよ。私は部屋で本を探すから。もうオーデン、話が違うじゃない。オーデン、オーデン、私の娘。待って、まさか。ロビアンなの？まるで幽霊を見てる気分。でもみんな死んだと思ってるよ。その色は青だ。そして花が開く。え、どういうこと？書いたのは赤色の本でしょ。奴らが入ってきて。
時々頭が。だがやってみよう。やらねば。ブレイクに侵されてるみたいね。でも君には影響がない。なぜだ。わからない。私の家は遠くにあって、ここじゃないんだけど。でも飛ばされて、ヒューン。そうそう、ヒューンって。はそう、元来たところに戻りたいの。ヒューンって。ヒューン、君は行くべき場所に戻れるだろう、じきに。ヒューン。そうよ、ヒューン。来たぞ。ここにいて。来たぞ、来たぞ。ティータイムだ。今のは誰の声？誰にせよ警戒した方がいい。まさかずっとロビアンが生きてたなんて信じられない。あの娘が知ったら腰を抜かすな。ここは我らがタンタサイラのレル、立ち入ることは許されん。我々と一緒に来てもらおう。そう簡単にはいかないよ。ちょっと何なのこいつら。サイラの命令にのみ従うプレイノストの兵士だ。今のはどうよ。ゾンビや化け物とはまた違った不気味さだね。自分の意志はなく感情もない。痛みも感じない。暗いな。
け。持てるだけ持とう。もう終わりだ、侵入者よ。クソ、本が。来てボブ、早く逃げよう。平気？大丈夫そうね。巻いたみたい。正気を失ってる。ああ、残念だが手遅れだ。ブレイクに侵されてる。でもブレイクボブが家に帰る唯一の希望。それは不安だな。今お前の意見は聞いてない。お前の決断は俺にも影響するんだ。何時の行く手に我も行かんってな。そうね、私とお前をつないでる魔法も帰った時には溶けてるといいね。そうか、相棒ができて嬉しかったが。はいはい、言ってな。何か言ったかい？ああ、いや、ただの独り言ってやつ。素晴らしい。私もよくやる。いや、違うか。頭の中の声とそれ以外の区別が難しくてな。ああ、あんたの言ってることわかる。それで君はどこから来た？ああ、シパールよりも大きな町でニューヨークっていうの。ほう、ああそうか、知ってると思う。本当に？違うか。モヤのかかった記憶の片隅にあるような気が。それか夢かな。知っているべき場所な気もする。以前聞いたことがあるのか。君から聞いたのか。ああ、そうだ、君から聞いた。そうだ、これが唯一の希望か。黙ってて。嘘、街が燃えてる。確かに煙が上がってるように見えるな。行こう。聞いたんじゃない？
鍵がかかってる。今の聞いたんじゃない？これだよこれ。Thank you.
敵の気配がすごい。何があったの？彼女が現れた。サンタサイラが。フレイというやつを探してる。私？この世界に来たことがアーシア中に伝わったんだ。お前の存在がタンタを脅かした。フレイ戻ったのね。オリビア、何があったの？救世主は彼女じゃなかった。あなただった。私は救世主じゃない。オーデンがタンタに捕まった。オーデン？オーデンが。バブ待って。老人の心配もいいが、今はサイラを止めるのが先決だ。大丈夫、なんとかする。手伝うわ。ダメ、絶対ダメ。ここにいて。どっかに隠れてるの。なぜタントサイラがこの町に。この町を襲うなんて、どうして。あれがタンタサイラなわけない。ありえないよ。この女のせいだ。こいつが悪魔を逃がした。我が主よ、お願いです。その怒りをお鎮めください。女の居場所をタンタサイラに話すんだ。侵入者はどこにいる。娘よ、我がレルムに許可なく立ち入ったあの女だ。タンタサイラよ、私はロビアン・キーンだ。お父さん。オーデン、私はかつてタンタ・シンタに仕えたものだ。妻のカリスタもあなたの軍にいた。どうか娘にお慈悲を。ロビアン・キーン、その名は久しぶりに聞いたな。あの田舎娘を助けに行こう。助けてもらっただろう。あ、クソ、そうね。なんとかしないと。近くから近づけばチャンスはある。人混みに紛れろ。分かってる、紛れるから黙っててよ。急げ、田舎娘。だがお前の願いは聞き入れぬ。お前の娘は侵入者をかくまったのだ。しかもそれどころか、あの女の居場所についても口を閉ざしている。誰かがその罪に報いねばならぬのだ。タンタサイラ、邪魔だ。そこをどかぬか。頼む、聞いてくれ。後で。この死
くやめろ。彼女はアーシアを、いやあなたも助けられる。そこをどけ、お父さん。待って、何が起こってるの。タンタサイラは物や人の性質を変えられるんだ。手下の一人を代理で使わしたんだ。ちょ、何してんの。やめろ。お前はここで死ぬのだ、侵入者。こんなひどいことをするなんて。ダンタがいかに残酷か、これで分かっただろう。とっておきだよ。どうして聞いてないの。何かに守られてるようだな。ほらほら、さあこれはどう。よし来た。そら、あんま聞いてないみたい。そう、あいつの翼マジでいろいろ厄介なんだけど。撃ち落とすしかないね。行くよ。覚悟はいい。よし、いいぞ、その調子だ。ヤツが弱っているぞ。チャンスだ、プレイ。お、おとなしくなったね。両翼がなければ無力だな。このまま一気にとどめを刺すぞ。この犠牲者たちを見ろ。この悪魔のせいだ。あなたも見たでしょう。私たちも殺される。ご決断をベレーテ議員、あなたも同じ意見では。ああ、捕らえろ。やめろやめろ、この子は私たちを守ってくれる。この地を救えるんだ。奴も正気に侵されてる。闇が広がる前に皆捕らえろ。いや、そんな真似はさせない。ロビアンは知性にあふれ、その言葉には重みを持つ。生きていると知っていたら彼が議員になっていただろう。この娘は彼を連れ戻したのだ。よく戻ったな、我が友よ。タンタサイラの襲撃で一つ分かった。敵の敵は今や味方ということだ。こんなに多くの命を奪われてまだ耐えなければならないのか。ベレーテ議員の言う通り、タンタサイラは再び復讐に来るだろう。その通りだ。今すぐこの女をタンタサイラに引き渡せ。必要ない。私から会いに行く。Ooh.